ございます。あ、マジですか。すいません、もう申し訳ないです。8時半ぐらいかな、確か。結構、結構いますね。すいません。あ、今日は彼はいるまた入ってからまた外でも出て話しますね。大丈夫です。はい、あ、ギアス取れるかな。ギアスどこや。あっち、あっちか、あっちですね。とりあえず内角、あ、おはようございます。何取りました。鉄拳、え、鉄拳エンジェルですか。鉄拳サード。あ、サード、あ、びっくりした頑張ってください、頑張ってください。みんな何行くんですかね。頑張って頑張って。はい、どうも、よしきです。今日はラッキープラザ弥富店に再びお越しさせていただきました。で、まあ、前回のリベンジをすべくやってきたわけなんですけど、まあ、なんと今日のカメラマンさんが、まあ、前回1万円借りたお方ということで、まあ、ちょっと今日もちょっと怪しいんじゃないかなと思いますね。まあ、薬病神なんで、まあ、そんな関係なく、とりあえず今日狙い台なんですが、まあ、今やずっとバテリスク絆とか北斗友がメイン機種となっている中で、まあ、最近出てきましたコードギアスが、まあ、その人気を、まあ、凌駕するような勢いで今人気出てますんで、とりあえずコードギアスから朝一は狙い台で打っていきたいと思います。ということで実戦行っていきたいと思います。はい、ではコードギアスから打っていきたいと思います。で、まあ、この機種設定変更されていれば朝一リールがちょっとガクッと動くということなんで、まずはリールから注目していきたいと思います。これで、まあ、ガクッとしたんで設定変更はノーゴーかなと。で、そこで設定変更後の、まあ、挙動なんですけども、そこでまず注目していくのが、まあ、降格なんですが、設定変更が、あ、すいません、高設定ほど、まあ、降格に移行しやすいと。早速プッシュボタンが出てるわけですが、C 数が出てきて、この形がチャンス目ですね。朝一3ゲームでチャンス目。あ、このベル確か多分当たってるでしょうね、これボーナス。私も行ってみたい。あ、レインボー、多分追加こうしました、すいません、いきなり。もう狙っていきましょう。はい、朝一3ゲームに引いたチャンス目から赤田のビッグボーナスです。投資は当然50枚。早いな。はい、赤7なんで180枚の払い出しで終了と。で、朝一多分設定変更はしてると思うんですが、で、2ゲーム目にあの第3停止でここの枠が光ったんで、多分降格スタートやったんかな。さあ2枚目、 ART がやりたい。
あ、当たりましたね。当たってはないリベリオンアタック14ゲーム。これでギアスポイントが10ポイントまで到達したということですね。いつでも行けるわよ。でこの前兆ステージ、まあ、突入時に、まあ、もう当選か否か決まってるんですが、まあ、今みたいにレア子役で書き換えの抽選もしてるんで、バンバンレア子役引いていきたいところ。これ一番弱いんすよ。全然攻撃が合ってないんでね。ほらね。さあ誰が来る。これもしかしたらあるかも。とりあえず攻撃ないかな。あーあかんか。本日初のリベリオンアタックは失敗と。まあここまで回してボーナス2回引いたんですが、正直今のところ全くいい要素がないです。なのでちょっと移動を視野に入れて周りの台見に行きたいと思います。これおもろないですか、この言葉。え、いや誰でしょうこれ。誰の来店の後やん。ハイエナおるんすけど、マジでやばいっすね。ハイエナやばすぎる。ほとんどあいつら触ってんでしょもう。やばい、まだこのまま負けんのか。よし、北斗に移動しましょう。これが朝一めちゃくちゃ早い段階で当たってるんすね。だからまあこっからは僕の過程ですけど、朝一リセットしとってで降格スタートで、まあ、何かで刺したとっていうぐらいしかないんですけど、まああのコードギアスを打つよりは全然いいかなと思うんで、こっちに移動します。はい、ということで北斗の友に打ってきたわけなんですが、まあ、正直根拠としてはすごく甘いですですけど、やっぱさっきのコードギアス、まあ、ポイントの溜まり方とか非常に悪かったですし、要素も全くなかったんで、まあ、あのコードギアス打つよりかはこっちの方がまあいいかなと思ったんで移動してきました。これカメラマンさんのマイソロ借りたんですが、めっちゃイケてるじゃないですかこれ。雑魚的もアフロやし、こんなん初めて見たんですけど面白いですねこれ。はい、早速行手に13ゲーム。前任者の AT が終わって13ゲームなんで、仮に AT 終了後降格スタートだった場合は当たってるでしょう。あ、ニールフラッシュ。あ、これ熱い。お、あ、回ってる。はい、多分中断チェリーですかね。早速当たりましたよ。42ゲーム、総投資が950枚。もしかしたら AT 終了後降格やったのかもしれないですね。さあ行きましょう。行くぜ白オーラと、まあ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 超早い。さあここで注目すべきは降格スタートかどうかなんですけど、これやっちゃいました。これだいぶもったいない。いきなりリプレイ引いちゃったんですけど、リプレイ引いた場合降格だったとしても 75% で転落しちゃうんですよ。
だからこの場合降格スタートだったかどうかっていうのはこれで一気に分からなくなったんで、もうサンプルとしては入れられないです。さあ今日は宿命と激闘はシャッフルしてます。楽しんでいきましょう。サウザーまだマシですからね。さあセリフはなしと。北斗七星が出るなら第3停止で話した瞬間に出てきます。なし。今日ゼリ、今日カットイン、これはだいぶやばい。中攻撃。単発かな。セリフも普通。クマも止まってる。あとは復活だけ。あー単発か。131枚よし。3枚目ラッキープラザヤトミテンさん、このメダルのドル箱がなくてパーソナルシステムなんですけど、僕今回これで2回目渡してもらってるんですけど、まだ1回も使ってないですね。ちょっと早く使わせてほしいなと思って。もう今日も1500枚使ってますからね。これようあるやつですよね。パチスロファン感謝で、お当たった。あっ醤油ラーメンなんですけどね。いやこんなとこに引き使うんやったら中段テリの 25% ぐらい引いてくれよ。いやー方角からリプレイ3回引いたんすよ。レインボージャギ大丈夫よね。あー OK 当たりました。497ゲームおそらく降格中の中段チェリーから OK 投資がちょうど1500枚。さあシャッフルしましょう。オッケー、とりあえず安心。北斗七星ここで来てほしいのが強攻撃、中攻撃か。ゴーショーファー出てもいいよ。100枚、まあ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 。これまた左ファーストで7枚メルなんで多分バトル当たってますかね。お、お、え？あ、マジで？めっちゃうせえとこ引きましたこれ。ジャクチャンスメがエピソード引っ張ってきましたよ。確かジャクチャンスメの 0. 何パーとかやったと思うんですけどね。
さあここからむっちゃ大事よ。まあトモポイント見ましょうか。19。まあでもスペシャルエピソードなんでね、5分の1で20ポイント減りますんで。さあ豪勝派出てもいいですよ。百裂拳か。あ、ブロった。140枚。 OK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 。 さあここですよ。 20% で。あー泣いた。まあこれで10ポイント減らしたんで残り9ポイント。トゥダーチェリー、 OK トゥダーチェリー。ここでもう一回エピソード引いて、じゃあトゥダーチェリー引いて、おあー発展するな。あーある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 。あージャギでもまだありますから。うーわマジか、ジャギに負ける。めっちゃドキドキした今。ああ波動なんでノーシャッフルで。やっぱり残り9か。チャンスアップなし。北斗出演もなし。さあだいぶやばい。あ、雲動いてますね。キック。さあ、頑張れ。さあ、出たセリフ。これ、ケンシロウがセリフ返さんとかなりやばいです。これで、ね、結構期待できます。オーケーオーケー、視聴者継続確定でございます。さあ、弱構え出たということで、強攻撃出たら無双転生確定しますから。あ、AT レベル2以上。いやーこれは残りのトモポイントのこと考えたらこれ入れたいな。強勝派でいいよ。おっ、うそ、全力で連打します。これ何枚いくの。300超えるやろ。200。よし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 。来てる来てる来てる。やばい楽しい。パーソナルシステム使うときが来ましたよ。これやってみたかったんですよね、ずっと。外見上の出玉感はなくなりますけどね。ただまあすごい楽。 OK トゥダチェリー、エピソードカモン。これでエピソードに書き換えてくれたらいいんですけどね。
粘る。あー出るか。おー来たー。エピソードでございます。来たー、やばい。さあ石を見ましょうか。7確定です。ホクトランプ確定。これね、とりあえず多分無双転生は出るんですけど、ゴーショーハーまでありえますから。いいよ、出ていいよ。110枚。さあ出てきますから、ヤクモンが。ありがとうございます。やばい、超気持ちいい。さあ目標500枚にしときましょうか。さあ頑張ろう。 OK、 とりあえず50枚以上。友情出ていいよ、友情。三兄弟。オッケー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 。100枚100枚。いやもうケンちゃんいいよ、もうケンちゃんはいいよ。いや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 、いやーまあ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 十分でしょう。あ飛ばしちゃいました。460枚、480枚。 OK、 とりあえず一安心。ちょっとねこのままじゃ何事もなく終わってまいそうなんで、ちょっと飯行ってきます。美味しいご飯食べましょう。でもうまいわ、普通にうまい、普通にうまい、普通に美味しい。
エグストラの代打頼まれたんで、いい当たります。あー怖い怖いな、これいけるかな。 25% ですから。あいやもうごめんなさい。まだしょうもない頼み。いやごめんなさい、もう申し訳ないです。うわーもったいないことした、申し訳ないな。さあここから超大事、投球ストック1個は必要、せめて1個は欲しい。まだ早い、あー早いわ。とりあえず100枚以上。100枚。あ、いいですか。これじゃあすいません。ありがとうございます。サバのいただきました。ありがとうございます。マジで差し入れ嬉しいわ。サップルします。新継続率9割超えでございます。はい、デフォルトからのケンスローセリフ、これが熱いです。まあ大丈夫でしょう。よし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 、パンチかー。とりあえず AT レベル2以上なんでね、波動にさえ行けばやれますよ。愛を取り戻せ、流れたんで継続確定でございます。 OKOK 天波の構え、キック100枚、いいね。サウダまだ9まで来てますからね。 OK 継続確定、70枚でかい。あ、もう一回仕組め。さあ来ました、やっとサプルのラオウが来た。うわ最高、タフボーイ流れましたよ。しかもサプルのラオウですから3桁以上確定。いやもう最高ですね。ああまた無双転生出るんじゃないですかこれ。あちゃうわ、トキです。そろそろ豪将が出てもいいですよ。ヤクルスケ、110枚、これでとりあえず2000枚、2000枚突破。
さあまた持ち込みメーカーは変わらず、また来たー、ラオウ。これはさすがに終わったっぽいですね。多分復活しないですね、これは。11連の2100枚終わってしまいました。あっぶねー、黒バラ軍団って書きそうになった。あっぶねー、いつももらってるんで、これ 彼にも渡してください。あともう一人の方にも、あ、すいません、あとこれ書いたんですけど、いります？カズマ、名前合ってますか？これ名前合ってますか？あとカズマさんいます？あ、いやいや、渡しといてもらっていいですか？もう帰ります。ありがとうございました。すいません、いつもありがとうございます。また来月来るんで、よかったら、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで実戦終了いたしました。まず結果の方から言うと、投資が1500枚に対しまして、回収が1825枚ということで、見事勝利することができました。まあなんとか、まあ、前回のねちょっと分は回収しきれてないですが、まあ、それはまた今後来させていただくときに、まあ、どんどん回収させていただきたいなと思ってるんで、でまあ立ち回りの内容としては、まあ、正直よろしくなかったと、まあ、構成で積もれてないんで思うんですけど、まあ、北斗友の演出すべていいところ見せれたかなと思うんで、エピソードだエピソードと、あとまあ北斗乱舞と、まあ闘神ステージもまあ見せれたんで、まあ結果としては大満足しております。まあコードギアスに関してはちょっとなかなかいいとこ見せれなかったですが、まあ今後以降にまた見せることできたらなと思うんで、またよろしくお願いします。